はいどうも、おはようございます。1月19日朝6時の相場解説になります。デイリーからまず行ってみましょう。えー、下下げのチャンネルライン、もう皆さん、このデイリーを見た瞬間に引いてくださいね。こういった形ですよ。まあそこそこアバウトでも構いません。こういう風にすると、えー、上下はしながらなんですけども、まあ右肩下がりになってくることがわかるのではないかなと思います。今補充線を引いてますけどもね。こんな形ですよね。一瞬上に行ったけども、また下に降りるのではないかなってことも、 これによって考えることができますこのリズムを見ることが大事なんですよもちろんねこのリズムが永遠に次ぐわけではなくてエントリーした瞬間にはいこっち行きましたってこともあり得るんですようんでも手がかりにする過去があるとしたらその過去を利用して未来を予測するのがテクニカルですからあのリスクはあるんですけどもそのリスクを最小限に抑えた戦略を立てていくっていう意味でこの補助線引きっていうのはね常に、えー、やった方がいいと思いますはいでは これを元に4時間を見ていきます。4時間はダブルトップがありましたよね、えー、高値県のダブルトップではなかったんですけども、まあ、このダブルトップを持って下に多少ね勢いがついたなっていうところですここもネ、ね、ックライン割りましたんでねで昨日材料があったんですがまたすぐに叩き落とされて、えー、現在価格帯が元に戻っておりますですね今後もですね下,下げ圧力に素直に展開を図るんではないかなっていうことが冷やしと4時間で見えてくるわけなんですよ はいまあ、あのこういう風なね尖ったようなとんがり頭を作ってまた下がるっていうのは、まあ、ここでも見られましたしここでも見られましたしねだんだんと角度が鋭くなってきてるでしょこれとこれとだからもうすぐに戻るつまりは市場が回復しだしてるってことだということですで今回この下に箱を描いてですねこのボックスってものをレンジボックスレンジを描きましたけどもこれを1時間で見ていきます はい、1時間で見るときに、ちょっとね、ボックスはちょっと広めに取っていこうかと思います。ヒゲ先を含むゾーンと、下はヒゲ先を含まずに、こんな感じですかね。あ127の935。おおむね128円と、129円の34丸、この1円と50ピップスぐらいの上下の幅で、えー、ちょっとね、最後、木曜日、金曜日は見ていこうと思います。基本的にはレンジ台オプションなんですけども、 ブレイクアウトも狙っていくってことで、今度こそブレイクアウト下の方に行くんじゃないかなと思いますけどもね。では、こういうふうに戦略を立てて、えー、今日は見ていきましょう。また、あの、FX オリガルシの皆様には追加動画をお送りします。えー、レンジオプションで頑張ってみてください。